三尾市は中華人民共和国の関東省に位置する地球市。関東省東南部の沿海部に位置し、京葉市、梅州市、河源市、京州市に接する。三尾市では、約6000年前の新石器時代の遺跡が発掘されており、狩猟や漁狼を中心に活動が行われていた。古来は百越の活動地であり、中原の影響が及ぶようになったのは、 神代以降である。神から男にかけては南海軍、風浦県が設置されていた。前111年、菅の武帝により南越国が滅亡すると、三備地区に解放県が設置され、中原王朝の直接支配が開始された。591年、隋の文帝は東漢軍と両家軍を合併し、順州を設置し、解放県も順州の管轄となった。 622年、当のコースは、解放権の東部に、安陸権を設置したが、627年、大層により廃止となり、解放権に戻されている。五代十国時代、淳州が、佐田州と改称され、北層時代の1021年に皇太子であった、長佐田に、内海なし、慶州と改称され、解放権の他に、広白、川源、 以前の各県が江南東路慶州の管轄となり、その後も行政区の改変が行われたが、近代まで三尾は慶州の管轄に置かれていた。中華人民共和国が成立すると、海放県・陸放県は上ガリ江船員公所の管轄に置かれた。1953年に上ガリ江船員公所は越東行政公所の1957年に、 慶容繊院公所の管轄に行政改編されている。1988年1月、国務院の指示により、解放権、陸放権の上位行政区として、三尾市が設置され、解放権南部宴会の三尾、紅れ馬い東湯、だ、早勝ち、車炉の七鎮を、市場区とし、陸放権北部三管区の川田、川口、新田、ラケ 水唇、神守る、南満、東港の八鎮により陸画県が設置された。1995年は陸方県が研究史に昇格し、現在に至っている。一市かつく、一研究、市、二県を管轄する。ありがとうございます。